にちは、千代川接骨院の山口です。本日は、当院の、産後の骨盤矯正について説明させていただきます。産後の骨盤の状態ですが、妊娠3ヶ月から、産後数日の間、女性ホルモンの一つ、リラキシンが、卵巣から、分泌されます。それが赤ちゃんがスムーズに出てこられるように、この骨盤そしてこの恥骨結合を柔軟にして産道を広げて、出産を助けてくれるホルモンなのですが、骨盤周辺全体的に、関節、筋肉腱靭帯、等が緩んでしまうため、普段より体に負担がかかりやすくなる上、重たくなるお腹の影響で、骨盤の歪みが生じたり、産後も骨盤の、こう開きが、残ってしまったりします。これによって、腰痛そしてお尻が大きくなったり、お尻がこう垂れるような状態、また下半身が、太ってくる等の、プロポーションへの悪影響が生じてきます。しかし、産後の骨盤矯正は、通常の骨盤矯正に比べて、早く、効果が現れることもありますので、少しでも、早く出産前のプロポーションに戻したいという方、腰痛を治したいという方はお気軽にご相談ください。